ラピ TV です。本日のおすすめ商品はこちらですね。2020年最新版スマートウォッチ、フルタッチスクリーンの大型 1.3 インチ大画面、 iOS、Android 対応、 LINE、SN 着信電話通知ができます。こちら早速内容物から確認していきたいと思います。これからねスマートウォッチ欲しいなという方はこれおすすめのスマートウォッチとなります。なんと値段が Amazon で3750円、クーポンにチェック入れてもらいますと300円の割引となり、3000だいたい4、500円で買うことができます。概要欄にこちらのリンク貼っときますんで、欲しいなという方は参考にしてみてください。それでは内容物です。まずこういったものになります。全体をお見せします。ベルトが非常にいいのが特徴です。はい、ちゃんとね、別のベルトに取り付ける、変えることができます。ワンタッチタイプのものです。このピンをね、横にやると外れて外すこともできると。いった非常にねこの値段ではベルトがね非常にいい作りのベルトとなってます。ここもステンレスで錆びませんね。そしてこちらが心拍、血圧、そして血中酸素濃度が測れますセンサー部分となります。ここが充電端子です。じゃあちょっと見てみたいと思います。はい、入りました。こういった感じです。このウォッチフェイスも3つの種類から選ぶことができます。はい、これまず本体1です。そして内容物見ていきたいと思います。この下に入ってます。まずこちらが充電用の、はい、端子ですね。接続端子、充電するための、はい、そしてこちらが取扱説明書です。これ日本文でしっかりと書かれております。これもう設定がね簡単、アプリでこういう設定が苦手な方も簡単に設定ができるといった、私おすすめの設定が苦手な方にはぴったりのスマートウォッチ、初心者向けです。早速見ていきたいと思います。中身サンキューカードが入ってます。パンダの可愛いやつ。そういったわけで、それではね、早速取扱説明書を見ながらペアリングしていきたいと思います。まずその前にね、充電が十分じゃない場合は、ここですね、レベルメーター、充電のレベルメーターが十分でない場合の充電の仕方は、こちらついてあります付属のこれですね。これをどうするかと言いますと、こんな感じです。画面をこう上に向けまして、ここですね、端子を挟む感じ、端子にこうこういうふうに取り付けます。するとこれで充電が開始されます。はい、こんな感じで今充電されております。 USB ポートに挿すだけでね、簡単に充電が始まります。だいたい2時間で満充電となります。はい、それではね、早速こちらの説明書を開いて設定していきたいと思います。まずやることはですね、こちらの QR コードをカメラでスキャンしてもらいます。もしくはね、この DA フィットというのか、そちらのアプリをまずスマホ iOS または Android の方に入れてもらうといったものになります。はい、私今入れたばかりのアプリですね、インストール終わったばかり、これをこういったアイコンですね、これをタップです。するとこういうふうに起動して立ち上がると、こういった画面が出てきます。歩数ね。で、最初にやることはここ真ん中タップしてもらいます。そしてここでデバイスを追加します。これ電源入れてもらって追加です。はい、で TF9 っていうのがありますんで、今接続中と出ましたね。はい、これでもう簡単に接続ができました。 Bluetooth さえオンにしとけばもうこれで、もう難しい簡単な設定はいりません。これだけです。非常に簡単なアプリです。これでもう設定が完了しました。はい、ここに設定が完了したらアイコンの D が出ますんで、これでもうペアリングできたという
超簡単ペアリング。しかしメーカーたくさんあるんですけど、一発でペアリングすることができる優れたアプリとなります。ここをタップするだけです。いいですね。真ん中のここアイコンして、ここをタップするだけで接続ができます。ここグリーンになったら OK です。これでもうペアリングができてます。はい、これがスポーツ、そしてこれが睡眠、そしてこれが心拍、そしてスポーツですね、そして血圧測定、そして血中酸素濃度、そして今日の天気。こちらロケーション入れるとこういうふうに、今日の私福岡市なんですけど、福岡市の天気と今の気温が同期されて出ております。非常にね、もうこれ使いやすい、こんな使いやすいスマートウォッチないですね。長く押すとメッセージとかを見ることができます。設定はこちらでします。はい、でこれが音楽とか聞きたいとき、スマホのペアリングしたスマホをいちいち扱わなくてこっちで操作できます。そしてカメラ設定、これでシャッターが切ったり動画を撮影したり、こっち遠隔ができるようになります。はい、これでストップウォッチ、はい、そしてミュートオフですね、ベルを鳴らすのか鳴らさないの、そして明るさの調整ができます。はい、スライドで明るくなっていきます。で、だいたいこれぐらいですかね、3つぐらいが一番いいと思います。はい、こんな感じで明るさの調整ができます。そしてリセット、そして電源を切るです。長押しで電源が切れます。で、もう一度長押しで電源オンといった具合になります。はい、こういった感じで、で、ここの操作画面、ここが電池の残量、 Bluetooth、 そしてこれ24時間12時間表示ができます。今日の日にち6月8日、そして連動しますステップ、そしてこれ距離、歩いた距離、そして最近測った心拍数というふうになります。非常に優れたスマートウォッチ、画面の大きさが 1.3 インチの大画面となります。それではいろいろ見ていきたいと思います。こちらの時計のアプリを開いてみたいと思います。これがそのアプリですね、先ほど見せた。そしてどういったことができるかと言いますと、真ん中でこれですね、昨日からやってみたものです。歩数が1030ステップ、ここをタップするとさらに詳しく出るようになってます。まだ1週間経つとね、もっとここにデータが出るようになります。これだけ詳しいねデータが出るアプリはなかなかありません。そして昨日の睡眠、8時間54分という睡眠がこういうふうに出てます。深い眠りが1時間47分、浅い眠りが6時間5分、眼球運動が1時間2分ですかね。で、ポイントで、まあ、良いに入っております。で、こちら優れている、中悪いと。で、スコアは88というふうに。さらに寝ている時の24時間の心拍をオンにしてるんで、その心拍の平均値が出ております。で、これがずっと、これだけね詳しく出るアプリはなかなかありません。簡単で見やすい。で、フルタイム心拍数もこういうふうに出ます。そしてこれが心拍ですね。はい、心拍です。今最終的に測った心拍で、で、ここをタップしてもらいますとすぐ心拍計測が始まります。青いレーザーが光っております。これで停止です。はい、ということになります。これが血圧ですね、朝一番で測ったものです。121-74、これも血圧を測定するのを、はい、クリックしますと血圧測定の画面に変わって測定が始まります。はい、こんな感じですね。で、血圧、さらに何度も血圧やったんでね、そのデータがこう出てます。だいたい高めに推移してますよね。この時はちょっとねお酒を飲んでたんでちょっと高めに出てます。まあ、あくまでもね、血圧を測るときは正常な状態で安静時に測るようにしてください。
で、その平均を取ったらいいと思いますね。朝とか睡眠不足とかがたたると上がったりします。ちょっとしたね、頭痛がするだけ、体温が高いだけでも上がりますんで、一番調子のいい時に使ってください。ここをタップするだけで起動します。はい、こんな感じですね。で、ここを、はい、これだけ詳しく出るのはなかなかないです。これが血圧です。はい。ずっと血圧の 1,2,3,4,5,6,7 3回分がずっとデータで記録されます。そして屋外での実行したもの、こういうふうにここを返しますとスマホ側の GPS と連動して地図でランニングしたところの軌跡が出ますんでね、どういうふうに行ったかというのまで見れる優れものとなります。あとはここで各種設定ですね。先ほどやったように。そしてここで自分の情報設定と目標設定です。6000ステップにしてます。はい、これでステップを変えることができるという、こちらが専用アプリとなります。非常に睡眠計測もね、自動でやってくれて、もう細かく出るんでね、こういったのを測りたいなという方に関しては、非常に役立つスマートウォッチです。それでは、いろいろやっていきます。続きます。どうぞ。それではこちらのスマートウォッチ見ていきたいと思います。これがね、昨日からのステップ数とカロリーですね。そして歩いた距離、ほとんど昨日出てないんで 0.7 になってます。そして昨日の睡眠ですね。深い睡眠が1時間47分、そして浅い睡眠が7時間7分と、そして合計が8時間54分と正確に出てますね。これが睡眠です。自動で計測が始まります。そしてこちらが先ほど測った心拍数ですね。ちょっとバタバタしてたんでちょっと高いですね。もう一度測ってみます。ここ長押しです。ロングプッシュ。で、これで、はい、計測が始まります。はい、今93ですね。さすがに今、いろいろと動画投稿してるんで心拍数が上がっております。測定が出ております。まだこれ止まったところ92ですね。ちょっと高めです。で、こちらが運動する時のものですね。はい、そしてこれが血圧です。これもロングプッシュで測ります。先ほど正常に朝ね一番に測った血圧がこちらになります。今測ると高いんでね、ちょっとこちらもロングプッシュで測ります。そして血中酸素濃度を測ってみます。はい、まあ96以上が正常ですね。96を下回るとちょっと、はい、96ですね。私96なんで、まあギリギリセーフといったところです。はい、もう少しゆっくりしておればいい数字は98とか出るんですけどね。はい、これが血中酸素濃度。そして今日の福岡市の天気です。そして長押ししますと、はい、5日分の今後の天気が出ます。明日から雨がずっと降ってきますね。それと最高気温と最低気温の温度もこういう風に出ます。はい、こんな感じで天気予報もロケーションを入れると出るようになります。そしてこれで長く押すとメッセージですね。先ほど、はい、ログインコードが来ましたんで、それの確認コードです。こんな感じで SMS も通知が来ます。まあ、このコードを見たとしてももう使ってるんでね、大丈夫なコードです。もうこのコードは使えません。はい、こういった感じで他来てませんね。こういった感じでメッセージが見れます。これは音楽制御できます。 YouTube とかね、そういったのを制御できるようになります。長押しで起動です。これはカメラが起動します。遠隔でリモートシャッターができます。はい、そしてこれが各種設定ですね。これでまあ戻ったり、はい、こういうふうに電源を切ったりリセットしたりができます。画面の明るさ調整もこれで、はい、さっき見せた通りですね。これをこうやってもらえば、はい、できるといったものになります。ストップウォッチもついてます。もちろん。はい、こんな感じです。で、
ミュートもできるといったものです。戻るで戻ります。はい、こういった感じで諸々できますんでね、ぜひ皆さんもこちら3000円ちょっとで来る最新のスマートウォッチとなります。画面も明るくて見やすいで、照度調整もついてます。長時間の駆動がしますんでね、電池の持ちも非常にいいです。1日使ってこんなもんですね、電池の残量。そして Bluetooth でペアリングするとここに Bluetooth のマークがつきますんで、した時刻も正確にペアリングしているあなたの携帯と一緒に同期しますんで、でここに各種数字が出ます。そういったわけでこのウォッチフェイスも3つから選ぶことができます。そういったわけでね、こちらのリンク詳細欄に貼っておきますんで見てください。ではまたです。さようなら。